ゆく年来る年僕ぎっくり腰、どうもハロキンです。新年明けましておめでとうございます。そして新年一発目の動画こちら、イカダの上でマインクラフトことラフトをプレイしていきたいと思います。そしてね、前回のねセーブデータプレイ中にね、誤って溺死してしまって、そうなるとこのゲームシビアなことに、一度死ぬとねそのセーブデータ使えなくなっちゃうんですよね。なので下に前回作ったやつとね、まるまる同じやつを数時間かけて作りました。多少ね違う点はありますけど、ほぼ同じような感じに作りました。そしてね、このゲームを初めて見ますよという方に簡単にゲーム内容を説明させていただきますと、最初はねこのゲームイカダというか木の板4枚ぐらいから始まりまして、でどんどん漂流物が、流れ着いてくるんですよね。それをキャッチして、最初はこういうフックを使ってキャッチして、ちょっと今つかめなかったですけど、木の板とか草とか、鉄とかこうやってね集めて、でそれを使ってこのイカダを拡張していきます。そして集まってくると当然お腹も空きますし喉も渇くので、こちらね、海水をすくってこうやってろ過して飲めるようにしたり、釣り竿を使って、まあ、餌ない状態どうやってね釣るんだよっていう感じですけど、まあここちょろいね海なんで、うまいことね釣れちゃって、これ魚を焼いてね、火もどうやって起こしてんだよって感じですけど、そこもね突っ込まないでおきましょう。こうやってね食べ、お腹を満たしたり喉を潤したりもできるようになります。で漂流物、こうやって網をね設置することによって、本来は素手かフックでキャッチしないといけないんですけど、この網で、取れるようにもなりました。そしてもう気づくと、こうやってもうヤシの木もね、どうやって土を用意したんだっていう感じですけど、ヤシの木もね植えて、このヤシの木から資源も取れます。あと木とか草とかね、一番でかいのはこのヤシの実ですね。このヤシの実があれば、魚もねこのろ過した水もいらないです。こちらで喉も潤せるしお腹も満たせるっていう最強のね。そして簡単にこうやって植えると、まあ、本来ね木がね、ヤシの木、ヤシの実になるぐらいまで大きくなるには多分数年かかるだろうけど、このゲームではもう数分でこの速度で大きくなってきます。倍速じゃないですよ、速度上げてません。通常速度でこうやって大きくなってきます。すごい海ですねこれね、奇跡の海です。そしてねもう大体やれることはやり尽くしちゃったんですよね。あとサメがいるんですよね。サメが泳いで、で定期的にこのイカダを破壊しに来ます。そうなった場合はこうやって槍でね撃退することもできます。そして、もうあとはね大体やり尽くしちゃったんで、どれぐらい拡張できるのかっていうところに今挑戦してます。そしてねこれ上に作ったんですけど、もう水平線、もう島とかもう大陸とか一切見えないですね。何も見えない。高いところ行っても何も見えてこないですね。なのでねどこまで行けるのかっていうのをちょっと今回挑戦してみたいと思います。高さとね、横に挑戦してみたいと思います。まあ、こうやってねサメがね破壊しに来るんですよね。この野郎ゴミ光になれ。さあこれどんどん上に作っていきます。今だいたい6回ぐらいなんで、そうですねちょっと20回ぐらいまで目指したいな。結構大変ですけどね。さあもう元旦からね数時間費やして、もう積み重ねに積み重ねました。相当柱とかね木とか使って階段作りました。結構高いと思うんですけど、おお、高所恐怖症の僕がちょっとゾッとしますねこれ。これ飛び降りてみようかな。すごい、これ水平線が全く島とか見えないですね。何も見えない。ちょっと飛び降りてみよう。さあ、あともう一つね疑問というか、この漂流物はどっから来てんのかっていうのをちょっと確認したいですよね。漂流物
がどっから流れてきてんのか見ましょう。これどこら辺から来てんだろう。もしかしたらもうなんか島かどっかからなんか親切なおじさんが流してくれてるかもしれないから、ちょっとこの先霧がかかっててね見えないですけど、おっさんたちが10人ぐらいのおっさんが木とか草とか流してくれてるかもしれないんで、漂流物ここからまだここからは流れてるな。さあ資源をね流してくれてるおっさんを確認したいんで、どんどん進めていきましょう。まだここどっから流れてきてんだろう。ここら辺はもう資源見えないよね。ここぐらいから出てんのかな。ここぐらいからちょっとこっちにも進めてみよう。ここら辺から出てる感じか。急にふわって浮き上がってきてんのかな。こっちは見えないからこっちから出てる感じですよね。え、どっから出てきてんの資源。あれ出なくなった。見てると出てこない感じ。あ、来てる来てる来てる。あれどっから来てんの。ちょっとここで監視しよう。どっから漂流物が。後ろは来てないんだよね。どこ。あ出てきた出てきた。見てない隙に出てくる。ここでちょっと見張ってよう。どうやって出てくんの。見てる間は来ないのかな。あ出てきた出てきた。こうやってホワーンってここら辺からホワーンって湧き出てくるんだ。そういうことか。おっさんはいなかった。残念ながらおっさんいなかったっぽいですね。もうねここまで来たらね行けるところまで行っちゃいましょう。行きます。島を見つけるまでどんどん進んでいきましょう。何かがあるかもしれない。きっと信じて、陸があることを信じて。はあ、お無人島、お無人島発見した。もう完全にこの海の質感といい、もう見た目からビジュアルからして別ゲーっていうね。あサメいる、サメ。ちょっと怖い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 。正直もうあのイカダのラフトはもうやることがなくなってしまった。いて、やべ、サメに食われる。早く上がんないと。まずい。ここまで来ねえだろ。あぶねえ。似たようなゲーム、無人島で生活するゲームです。カニがいる。さあまず C ボタン。あ、いろいろクラフトできるんだ。こういう、ストーンツール。でナイフとかも作れますね。まずストーンツールを作れと。ストーンツールを作れと言われたらやっぱ石かな。 E ボタンで拾って2個必要なのか。2個拾ってクラフト。あこういう感じで、これね、これサメと戦えんじゃないの。さすがにまだ早いか。そしてこのナイフを作れ。ナイフを作るにはこれ。うわゴミ。あ取れるんだ。色がな、ちょっと色が嫌だなこれ。黄色っつうのが食えんのかな。さすがに火通さないと危なそうだよね。何が必要なんだ。ウッドスティックとこの縄のやつかを取れってことね。ウッドスティック、ウッドスティックってことはこの木を叩けば削れてるよね。葉っぱが散ってるってことは削れてるよね。時間がかかり、あ取れた取れた。ウッドスティック取れて、であとこういうのも取れるのかな。取れた。来た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 。葉っぱいっぱい取れた。
さあこの葉っぱを取って、あ、バケツもある。おお、バケツも取っておこう。絶対なんかに使えるだろう。そしてこれを作って、でナイフできた。やったー、これで俺も一人前の戦士だぜ。その後キャンプファイヤー、キャンプファイヤーを作るのに火が4本、ウッドスティックが4本必要。ってことはここら辺、あ、ビニールもある。ビニールはこれ雨水を貯めるのに便利ですよ。よし、ウッドスティックを取って、都合よくビニールが落ちてますね。ビニール取っておこう。で、これでよし、木は、木はどうすんの。これか、これを作って、あ、うわ、原始的、原始的すぎる。あ、これ難しい、どうやってやるのこれ。いつ火つくんだ、こんなんでつくの本当に。あ、ついた、ついた、ついた。おお。じゃ、この、カニを、どうすればいい？カニ焼けんのか、これ。うまく乗っかんないね。焼けなさそう。ダメだ、このカニ。ダメだ。海に返そう。このカニは海に返そう。いらんわ。キャンプファイヤーできましたね。で、F で、あ、F で時計が、あ、時間が見れるんだ。すげえ。ちょっと、このナイフで、サメ、やりに行こうかな。魚とか取れんのか？おー、すごい！あー、叩ける！取れんのかな、これ。あ、倒したよ！これ絶対まずいよ。さばくんだ、ここで。やべ、行きや。サメ来ねえかな。お、サメ発見。よーし、倒すぞ。まあ、イカダの時は調子こいてたけど、こっちではフルボッコにしてやるぞ。どこ行ったサメ。よし、サメ来た。よーし、おらー、くるぼっこにしてやる、この野郎。おらー、ゴミ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 、おらー、行き過ぎ、行き過ぎ。うわ、2匹いる、やべ、来いよ、逃げんな。おらー、光になれ。呼吸して、呼吸して。おし、倒した。おお、落ちてきやがったぞ。くそ、別のやつが襲ってきた。呼吸、呼吸、呼吸、息して、息して、息して。くそ、お前も買ってやるよ。すごい、ナイフ一本でサメに挑む男。呼吸しつつ、くそ、リーチが、フカヒレにしてやんよ。まず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 、あぶねえ。サメに捕まったのか今。調子こきやがって、やられた、やられたのか。さあ、サメにね、あえなくやられてしまいましたが、この無人島生活まだまだ楽しめそうです。まだね、強い武器、このナイフよりね強い武器もあるっぽいですしね。スピアとかね、こういうのも、弓もあるんだ。弓もあるし、いろいろありますね。こういうのを使ってね、この無人島生き残っていきたいと思います。あとね、イカダのマインクラフトこと、ラフトの方もね、アップデートがね入り次第、そちらの方もね交互にやっていきたいと思います。
無人島からイカダへ、イカダから無人島へみたいな感じで往復していくようなスタイルでやっていきたいと思います。それではまた見てください。バイビー。